はい、どうも皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは。究極変異体リュートリアです。さあ本日なんですが、ソロモードがやっと追加されましてね、変異体ミュートリアというぶっ壊れモンスターが追加されましたので、ミュートリアデッキを組み直してまいりました。以前ね、ソロモードを出る前に動画にしていたんですけれども、今回はこの変異体ミュートリアがソロモードの報酬でゲットできるようになりましたんで、まあこれを使ってね、デッキを分回していきたいというふうに思っております。ギミックがもうパンパンで、デッキ枚数が頭おかしくなってますが、まあ言うて、まあ割とその初動札は結構これでも確保できてるんで、回るは回ります。はい、まあちょっと高校がねこんだけ厚くしてギミックを多くしてるとあれですけど、でこのデッキ、まあどういうギミックかっていうと、除外してね、モンスターを特殊召喚していくっていう、まあそういう効果になってまして、 ST とか、まあ M が元々いたモンスターで、手札から、または自分のフィールドの表側表情の中からカードを除外すると、デッキか手札からなんかミュートリア出せるみたいな、感じの効果を持ってまして、でここでまあ上級のビーストとかミストとかアームズを出してくるっていう感じの動きになりますね。で、今回追加されたこの究極変異体、間違えた、変異体ミュートリア、これは何をするかっていうと、自分のフィールドにミュートリアカードが存在する場合に特殊召喚できるっていう超緩い条件で出せて、でしかもこいつをリリースしデッキからコストを除外することによって、除外したカードの種類によってなんかミュートリア出せるっていう効果があるんですよ。このデッキから除外できるっていうのがめちゃくちゃ強くて、しかもデッキからカードを除外した場合、このフィールド魔法でね、除外ゾーンのモンスター特殊召喚できるっていう効果もあって、なんかこいつが来たことによってやっと回り出したみたいな感じなんですよね、ミュートリアが。なので、今回はこの辺の課金モンスターをまあいっぱい並べて展開力を見せつけながら、まあ、除外コストにサンダードラゴンとかを使って超雷竜も並べつつ、この展開力を生かしアナコンダしてディスペニを出すというね、これがかなり安定するようになりました。だからミュートリアのビーストとなんかデスフェニーと超雷竜は結構出て、割とで後ろになんかミュートリアの産声構えられるみたいな感じなんで、なんかねうまくいくと結構4妨害ぐらいは簡単に構えられるんで、普通に強いです、はい、このデッキで。フィールド魔法もね来て、今フィールド魔法めちゃくちゃね僕気に入ってて、まあちょっとギミックはね、いや多分対戦しながら説明してると思うんですけど、めちゃくちゃいいんですよこのテーマ、気持ち悪くて早速ね、バイオハザードを巻き起こしていきましょう。デュエルスタンバイ。ついに来ました、謎テーマ、謎の最強テーマ、ミュートリア。ソロモードが追加されまして、新規カードが実装されましたんで、新規カードを使っていきたいと思うんですけど、これ新規カード使います、これワンフォーあるか、ゲイか、なんもないな、相手甘えてんな。ミュートリアスの産声ちゃんを持ってくるぞ。 ST は、スペルトラップの略なんで魔法で、 M はモンスターの略なんでモンスター持ってこれると覚えればいいです。そしてワンフォーはもう発動、もうこれリースいらねえから切って、おめえ、変異体ミュートリアを特殊召喚する。ちなみにこれ M だったら即座に変異体持ってきて、変異体すぐ出せるっていうね動きできるんですけど、で、変異体ミュートリアの効果を発動。この効果により、デッキからミュートリアを除外しながらミュートリアちゃんを出せると。これがね、あ、ライフ失いますけど、これライフ失うんですけど、まあでもね十分この動きできるだったら、コストをねデッキから供給できるの最強すぎてね。除外したミュートリアはこの進化研究所とかいう、あ、これフィールドもね今回進化研究所になってますんで、あ、ちなみに2400のライフ払ったんで、一箇所換気扇壊れました右上ので、ミュートリア ST かな、これは次の後続を用意するスタイルでいくのかがいいのかな。でですね、サンドラ引きて、サンドラ頼む、サンダードラゴン引いて、うおー、あーまあじゃあしょうがねえか。これサンダードラゴン引いたらもう一回ミュートリアで展開して、超雷竜まで出るんですよね。サンダードラゴンが引けませんでしたので、ベルテアナコンダからのデストロイミュートリアガイを出していくしかないね。でフュージョンを墓地に送ってコピって、はいはい。ちなみにこの進化研究所の効果でディナイアルガイ引くとか結構あるんで、これ注意してください。まあ注意するっつったって注意できねえけどな。でセッツ、まあ、うらら増地あるし、ディスフェニとミュートリアビーストいるんで、まあ、魔法無効でディスフェニで、ミュートリアルの産声、ミュートリアスの産声で1枚破壊できて、
まあ、裏の増長あるんで、まあ、ごぼう貝ぐらい、体感ごぼう貝ぐらい。体感ごぼう貝はある。強くね？一滴ね。あ、強いね。まあ、でもコストが、ああ、双剣か。なるほど。いやー、双剣、ああ、でもエクレッシャー切っちゃうの？じゃあもう一枚あんのかな？まあ一滴はもうどうしようもないから、まあそれはまあ食らってよくて、で、裏だと産声で一応妨害残ってるんで、一滴撃たれてもなんとかなります。後ろにちゃんと妨害残ってるんでね。はい。まあ、中盤は吹き飛ばしていこう。ガンマケアするんなら、もう増字ここで撃った方がいいんだけど、まあ一回見るか。一回見るか。エクレシア、いや意外とね、双剣ってガンマ入ってんだよね。うららって言って、で、ガンマって言われたら増字って言おう。うららって言って、ガンマって言われたら増字。あ、大丈夫だね。OK。了解。了解した。で、これはじゃあ、割と相手ハンド結構きついんじゃないかと。うわぁうわぁやめてください。ツードローやめてください。あ、でも、これビースト無根できるわ。神木だった。あ、無根できねえわ。一滴かけられたわ。意味ないな。意味ない。じゃあ意味ない。参戦の際でカードを2枚ドローされる。初動引かれてやばいな。召喚機まだ使ってないからな。うわいや、まだ大丈夫だ。産声がある。俺には。俺はミュートリアスの産声とかいう最強カードを持って。うわバカやばい。これ、チーナー処理するか、まあ、バカや処理するかどっちかな。殴られるからな。バカや処った方がいいか。ここはね、まあ、とりあえず増字は絶対打つんですよ。で増字を打って、で、ここ、まあ、なんか打たれても、まあ、まあまあまあ、みたいなのがあるんで、抹殺の指名者、強すぎワロタ強すぎワロタ強すぎワロタ。いや、まあでも大丈夫だ。産声でなんとかなる。多分、もう1枚ないから、これ、龍炎じゃないな、あれ、ハンド。消火器を使った、龍炎ではない。そして、あ、龍炎かもしれないけど、コストがない。ので、これは、トークンが出てきて着地した後ですね。行きましょう。ミュートリアスの産声を発動。除外または墓地のモンスターをデッキに戻し、バイオハザードを巻き起こしていく。ミュートリアビーストと墓地で存在するミュートリアの魂をデッキに戻し、あらあらシンセシスミュートリアス効果発動。相手のフィールドのカードを1枚破壊。バチコーンドガーンオッケーツーツーしゃートークンしか出ないね。トークンしかなかっちゃったね。トークンがいるとなんか確かシンクロモンスターしか出せないみたいな効果あるんだよね。だよね。自分はシンクロモンスターしか X トキが出せない。リンク召喚もできないと。デストロフェニックス概算は破壊されるが、デストロフェニックス概算を、発動させて、墓地から蘇る効果。残念だね。ニュートリアームズも来たね。ちょ、いらないな。まあ、とりあえず、デストロイフェニックスガイ。これ、進化研究所があるとね、上級引いても一応戻せるんでね。これがね、やっぱ兵手が来たことによってかなり強く使えるようになったので、まあ、強くなったかなっていうところはありますね。はい。ニュートリア進化研究所発動。手札の、アームゾーン戻しワンドロー。いらね。いらな。いらないけど一応出すか。出して、打点足りてそうだな。出して、まあ、これは発動しない。出して召喚して、盾にしてぶん殴ったら勝てるんじゃないでしょうか。算数できてます、俺。バトルフェーズ。500。1100、1900、2400、2500にする。いや、だから足りてそう。さすがに。算数苦手なんで、僕。はい。算数の成績、なんか2とかだ。2とか3でした。対戦ありがとうございました。これだいぶ強くなったな、やっぱこのデッキ。うわ、サンダードラゴンとかいう最強モンスター来た。いける。これはハンドは強い。 ST からかな。 ST から行って、まあどっちでもあんま変わんねえけど、 ST から行くか。 ST 召喚効果発動で、 ST 効果でニュートリアスの産声持ってきて、で、効果発動して、で、まず被験体ミュートリア M05 除外、
これ順番あれだった M からの方がよかったかな。ビースト特殊、あんま変わんねえか、あんま変わんなそうだな。え、ミュートリア進化研究所効果発動、デッキから、あ、デッキじゃない、除外されている M を特殊召喚、そして M の効果を発動。 M の効果によってミュートリア変異体を手札に加えていくぜ。こんだけモンスター並びますからね、さすがに強いですよね。で、変異体ミュートリアを特殊召喚で、危険体ミュートリア、あ、これ M からの方が良かったな。これなんか M からの方が良かった気がするわ。 M 召喚して、で、除外ゾーンに、ST 置いて、で、進化研究所で ST 持ってよかったわ。なんかちょっと若干手が手順多くなっちゃった。まあ、いいや。雷電流サンダードラゴンの効果を発動。いや、でもこれ逆に言うと、ミュートリアの上級を墓地に送れるっていう説はあるな。で、雷鳥竜。そうすると究極進化系のね、ミュートリアを出せるんでね。はい。はい、最強。この動き最強。この動きさすがに最強。で、超雷流サンダードラゴンをとりあえず適当に出して、はい、ほい、いいぞ。そして変異体の効果も発動する必要ないな、これ。もう普通に穴コーナーでいいわ、こんなもんな。で、次の超雷竜、間違えた、雷鳥竜持ってきて、効果モンスター2体をリンクマーカーにセット、こことここ、もう1体上級用意できるから究極も出せましたね。今究極も出そうと思ったら出せました。普通に強いです。まあ普通にあのミュートリアスでいいけどな、十分だけど。究極も一応出せたということは言っておこう。はっはっ、なんだかんだね、ミュートリアスの産声で相手のカード破壊するの結構強いんで、デスフェニーで1枚破壊して、で産声で1枚破壊するっていうね。で、サーチ無効で魔法無効でしょ。いや、これね、結構強いのよ、この盤面。ああ、さあスタンバイフェーズ、相手結構きついと思うぞ。今一応妨害数的に今サーチ無効が、まあ妨害数1と数えれば、まあ1,2,3,4妨害ぐらいありますからね、これ。はい、強すぎ、強すんぎ。セッティングオッケー。うわ、そういうタイプのデッキか。いや、キモい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 、セットしすぎだって。エルドかなんだこれ。うわ、キモえ、ああ、そっちか、なるほど。ラビリンスサーチはできないね、チョライユがいるから。とりあえず一旦ちょっとさ、メインフェーズ中にしか打てないんで、ちょっと一回武器しろ割るね。これはまあ戻すの何でもいいんだけど、こことこっち戻していけ。シンセシスミュートリアス、まずは突然変異でこいつが生まれて効果発動するぜ。相手のカードを破壊するぜ。いや、わかんねえな、なんか運ゲーだなこれ。結構ドラゴンパシメント、いいカードを抜いた、いいカードを抜いた。バトルいいだろう。ちょっとデストロイフェニックスガイ君のコストはアナコンダにしといたら、これダメージ抑えられるか、これダメージ抑えられるな。ちょっとアナコンダもういいやさよならアナコンダ、アナコンディングさよならだな。わかんないマジでわかんない。よし、いいカード抜いた。大脳キャクレンジ、これかなりいいカード抜いたぞ、かなりいいカード抜いた。まあ、ただあれ絶対トラップだからな、絶対にトラップなんで、ちょっとね、開かれたらガチでやべえカードがいくつかありそうなんだけど、大丈夫かな。群雄割拠とかされると結構めんどくさいか、大丈夫か、これやばいんじゃないか。あと群雄割拠とかはデストロイフェニックスガイさん戻ってこれるな、一応。オッケー、群雄割拠な、そうだな。ほう、デストロイングフェニックスガイ、フェニックス、お、フェニックス、お、癖なんですか。うわー、強制脱出走者撃つしかないね。強制脱出走者撃たざるを得ない。デストロイフェニックスガイの効果と、戻されるぐらいだ、自分で爆破するわ、自分で帰る、墓地に、さよなら。自分と伏せ、これまあ後打ちの方が良かったですけどね。ウェルカムラビリンス持ってるのね、なるほど。でもね、強制出場時ね、デスフェニーにチェーンするのがまあ一番強いと思うんだけど、まあちょっと相手焦ったかな。さあどうする、ウェルカムラビリンスが抜かれたから結構相手きついんじゃないか。相手の伏せカード1枚あんだ、フレンジーとかあったらめんどくさいぞ。でもなんだかんだ
キモあ、キモ通告とかいうカードキモ。なるほど。いや、まあでもあとワンキル6000わけでしょ。ワンキル取れそうだな、さすがに。ミュートリア、ビーストとかいうガチでキモいモンスター来たからこれいらなくて。ちょ、君デッキ返ってくれる？はい、ありがとう。はい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 。悪くないね。悪くない。とりあえず一回、雷鳥竜効果使って、で、雷電竜を蘇生する、リンク素材にできるやついましたっけ、僕なんか。ディナイヤル出すか、とりあえず。ディナイヤル出す。これ、リンク数いくつまでいけんだっけ、これ、クロシープとか俺入ってたっけ、ちょっとあんま覚えてねえな。自分のエクサデッキ。入ってねえか。なるほど。これなんかもうちょっと1回でもうここいらねえや。はい、でこれでユニコーンして、はいはい、でコストはね、払った方がいいね。で変異体捨てて相手のアリアンナバウンスしながら雷電流効果で引っ張ってくる。はい、でサンダードラゴンフュージョン、ユニコーンでバウンスからのサンダードラゴンフュージョン発動。これでさすがに足りたか、だから6500しか足りてんのかも。こことこことここ、ごめんなさい、これ余計なフュージョンした。いけ、これが圧倒的ミュートリアデッキなんか全然関係ないモンスターになんか3体がいるけど、うおー、対戦ありがとうございました。サンダードラゴン絡むとね、ここまで展開に伸びますから、ぜひ皆さんもミュートリア始めましょう。このフィールドめちゃくちゃいいんでね、皆さんもよかったら買ってください。これすごいね、ギミック詰まってて、このミュートリア進化研究所のこのなんかデュエルフィールドね、プレイマット開幕。今通常召喚するかもしれないからまだいいか。ちょ、一旦あ、でもまあ打ってもよかったな。まあいいや、ここで楽に言うどうせ持ってくるから、そこで打とう。うららって言ったら知らん、でそれも知らん。G 通ってくんないとちょいきついが、なんか召喚権で出したミュートリア潰されると結構何もできないんで、あの効果無効とか、あと除外とかミラージェイドのされるともう変異体も出せないし、かなり辛いんで、方向からまくっていくのはちょっと厳しいかなって感じですね。楽園融合対戦よろしくお願いします。高校ゲーム参加権を発動。高校ゲーム参加権通った、オッケー。とりあえず通ってくんないとお話になんね。ここで普通に楽園融合は通してしまったので、まあ、一応2枚ぐらいはドローできるといったところですね、多分。てか待って、ガチでヤバいカード送ってんじゃん。お邪魔モンスター送ってきてる相手、え？やばいモンスター送ってるぞ。お、なんかちょっと若干不穏な空気が流れ出したぞ。お、大丈夫か？落ち BGM 流れるやつじゃないか？アルビオンから、3体除外はやばいのではないか？ゲボキモモンスター来た！やっば！いや、まだでも言うてモンスター像が2箇所残っているぞ。赤の楽園はやばい、あかん。でも結構ドローはさせてくれる。これ無限包容入ったよな。で闇属性ですか、これはリベリオンくんですね。やばいですね。で手札やばい、ちょっと無限包容引いてこよう。アルベルやばい、ちょっと無限包容、さすがにやばい。これルベリオンで、これ除外ゾーンのやつ戻そうとしてる。やばい！うえぇー無限包容！あー、なんもできません、なんもできんて。ああ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 あ
言語保養ケアされた終わった終わった。まあ無限保養ないんだけどね。これうんこすぎるって。あ、でもこれ見せれるわ。見てて、ミュートリア進化研究所破壊。このギミックが見せたかったんですよ。はい、僕はあえて負けました。